おはようございます。戸塚駅朝5時半ですね。今から成田エクスプレスに乗って成田に向かい香港に帰ろうと思います。3ヶ月長かったですね。さすがにね、今成田に行く人はほとんどいないでしょうね。まあ戸塚ということで、現時点ではこの号車私一人です。ちょっと GoPro を使い始めるのが今回本格的なのがこれが初めてなので、どんなもんだかね、どうなんでしょう。今回 GoPro だけで香港に行くまでの道のりを残しておきましょうかね。外が暗いせいか、窓枠に GoPro 置いてあるんですけど、顔が黒く映ってしまうので、やっぱり暗いところには弱いのかなって、まあそのあたりはアクションカメラかなっていうねところ気はしますけども、まあ悪くないな、この小さいのを手に持って、スマートフォンだとね、どうしてもかなりしっかり持たないとダメなんですけども、 GoPro だと下にクリップをついて、そのクリップ握ればいいし、クリップすぐ洋服につけておけば、スマートフォンみたいにポケット入れるとかポーチに入れるってしなくていいので、そういう点は楽ですね。あ、ないです。ご確認いただけましたら進むのでお願いします、はい、ありがとうございます。ドキュメントの確認事項ございますので、はい、あちらに。はい、本日香港の出発でお間違いなくお預かりいたします。はい、渡航に際しまして香港 ID や検査官のお預かりいたします。ここでもエッチな荷物3つお預け。あ、2つですね。2つ、はい、はい、ありがとうございます。はい、
荷物を2つお預かりしております、はいはい、ありがとうございます。
現在15時ちょっと前、空港に着陸というか飛行機を降りたのが13時半、でそれからターミナル200の方、ミッドフィールドコンコースに移動して PCR 検査受けて、リストバンドもつけて、今からバスでターミナル1の方に戻ります。これから荷物を受け取って、入国したのかな、多分これから入国するような気がしますが、ということでこれからホテルに向かいます。ターミナル1について入国して荷物ピックアップ、荷物はもうね当然ベルトコンベヤーに乗ってましたけども、で今は、ホテル行きのバスを待っています。バス MFC からは結構乗ったよな。今が15時20分ぐらい、あとどれぐらい待つか分かりませんけど、まあそれでも前回4月の時よりもかなり早くバスに乗ってホテルに移動できそうです。ということで無事 PCR 検査の結果待ちの隔離ホテルに到着しました。明日の朝には結果が分かるので、それ次第家に帰れます。お弁当も今届いたので、食べて、あとはもうね仕事に入んないといかんなという感じです。まあ香港帰ってきたなという感じで、さっきバスから街の中、道行く路線バスとかタクシーとか見てちょっと落ち着きましたね。まあやっぱり日本も楽しかったですけどね、香港に帰ってきて、ようやく本調子出るかなという気がします。おはようございます。今香港時間の9時40分です。昨日 PCR 検査したんですけども、なんかサンプルに不備があったみたいで、なんとですね、決して、陽性ということじゃありません。再度、サンプルが必要ということで、今からはまた、アージェントで、検査してもらうことになりましたんで、本来ならば、お昼前に結果が出て家帰るんですけども、今から検査するので、多分夕方になっちゃいますね。まあしょうがないといえばしょうがないんで、これからまたサンプル取っております。昨日確かに喉がすごい渇いてたんで、あんまり何も出なかった気がするんですよね。そのせいかな、今日はちょっとたっぷり入れようかと、たっぷり入れようとしてるんですけどね、ちゃんと入れようと思う、ちゃんとっていうかしっかり入れようと思います。
はい、現在香港時間15時25分、無事陰性の結果が出ましたんで、帰宅したいと思います。ちょっと長かった。ということで、とっとと帰ります。では。